こ先生と学ぶ鏡は。はい、パーコ先生こんにちは。はい、こんにちは。今回はですね、竹野、はい、兵庫県にある竹野にも行ったツアーの紹介をしたいと思います。なるほど。はい、あのですね、冒頭の写真がやばいですね美味しそうでしょ。はい、はい、もうカニメインだったんですけれども、はい、そのこと言ったらヨスケに怒られるか虹出てるんじゃないですか今。あ、見ました。見ました。あ、よかったです。あのもうなんかあの全国的に熱低気圧がすごすぎて、はい、もう大荒れで、はいはい、ボートポイントは行けずに港の中を潜ってきたんですけれども、はい、さっきも茶殻が群れてる感じですね。そうなんです。もう茶殻が船ポンって船からエントリーしたんですけど、はい、もうたくさんいて、このアマモがたくさん生えてて、これもう葉山こうなったらいいなっていうんですね。いやもうすごいで、はい、しかもここにアミメハギの可愛い子たちがうわー群れてて、群れてるんですか。群れてます。で葉山もなんかありますよね、海藻が生えてくる時期になんか群れる時ありましたよね。そう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 、最近見ないかな。かわいい感じで、で茶殻とかが妙に細くて色が薄くて、はい、本当にこれ茶殻って近づきたくなるぐらい色が薄かったんですよ。日本海と日本海と太平洋の違いかもしれないですね。もしかしたら。で一本で終わっちゃったので、もう早々に。じゃあ何時に潜り終わっちゃったんですか。ね、着いたのがでもそもそもお昼過ぎぐらい、うん、11時ぐらいだったので、まあ、2時ぐらいにはみんなもう着替え終わって温泉行ってみたいな感じ。温まって、はい、テルさんもちょっと手伝ったりしつつ、はいはい、私はそうです、カニの手に挟まれるっていう、はいはい、最初はなんか全然力入れてこなかったくせに突然力を入れてきた瞬間があって、はい、でもこのカニたちが、松葉ガニっていうカニなんですけど。松葉ガニって有名ですよね。そうなんですよ。でもう一匹ずつちゃんと札がついてるような、はい、あ、すごい有名なカニさんで、右側にいるのミキさんですか。ミキちゃんですね。もうなんか割烹着みたいな着てあるんですね。そうなの、おかみさんみたいな感じで、ですごい、これ作ってるんですか。そう、船盛り。ちょっと見てこれ、青ヤガラさんがいるの。うわ、左なの。そうそうそう、これ何が今出てきたんですか。これね、すごいの。わざわざ7で行ったからって7っていう名前のワインを用意してくれたの、はい、ワインなんですか。ワインなの。すごくて、でなんかしかもあのちょっとロゼっぽい紫っぽい色したすごい甘いワインをね、これわざわざ用意してくれた。ヨスケさんこれ何着てるんですか。ヨスケもね、なんか割烹着みたいな、なんかちょっと着物っぽい。そう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 、すごい、こんな綺麗な色のワインで、はあ、ワイングラスです、ね、そう。でもカニも刺身、はい、しゃぶしゃぶ、はい、で卵とかがちょっと食べれるやつ。これは何ですか。これは焼いてくれてるの。焼きガニ。焼きガニ。もう盛りだくさんすぎて、うん、すごいの。もうなんだか、うん、その一匹の大きさ、その結構大きいもんですか。あ、そのぐらいです。あ、多分これぐらいって言ってもみんな伝えない30センチオーバーぐらい。オーバーぐらいですね、はいはいはい。でカニ味噌とかもあって、これをちょっとなんかつけて食べてみたりとか、もうすごい豪華で、それが何匹ぐらいみんなで食べたんですか。もう一人一匹は多分食べてるんじゃないかなぐらいの勢いで、すごかったんですよ。すごい。でそんなこんなで翌日はすごい晴天だったんですけど、はい、でもやっぱりうねりが残っていて、全然、まあ、メインのポイントは潜れずに終わったんですけれども、一泊二日で楽しんできました。次の日は2本潜ったんですか。でも2本潜りました。あ、まあ良かったです。そこまで行ってね、はい、3本ぐらい潜っておきたいですね。そうですね、そんな2日間でした。うん、ぜひ日本海ダイビング、そうですね、カニ食べに行きますか。行きましょう。行きましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。